時刻は午後の2時になりました。2月21日木曜日のラジオ3の放送をお送りしていきます。1階がスタジオなんですけども、さっきご覧いただいて分かったかもしれませんが、結構大きい棚が両脇にあるんですけど、意外と倒れてなくてですね、ただまあ中身がちょっと出たりはしてましたけど、でも思ったほどスタジオの中は混乱してなくって、緊急放送に切り替わって、私以外のスタッフで放送を進めている状況でした。直後はですね、ツイッターを活用できたというところで、一人のスタッフが街に出て、もう本当に歩いてとか自転車で情報を集めて、ラジオ趣味のアカウントでこうつぶやいたものを中にいるスタッフがそれを見て、例えばどこどこでは何が売っているっていうような情報だったりとか、どこの店をいつまで休みですとかっていうようなことを放送でもやっていたっていうことですね。大体おそらく2週間ぐらいはそのようなスタイルで全ての番組をもうなしにしてやっていたんですけど、その後そうですね、3月下旬ぐらいになってから、一応普段のタイムテーブルで決められているもの、例えば2時間のワイド番組であれば、その枠で放送するけど、中身は常にそれまでやってきていた生活関連情報をやるっていうような形に変えてましたね。なんでしょうね、そういう非常時でない時にもまでラジオを聞く人っていうのがあんまりやっぱりいらっしゃらないような気もするので、そのあたりがなんでしょうね、普段からラジオを聞いてくださる方をどうやって増やすかっていうところは重要かなと思います。深夜放送の生放送だったりとかを、なんかいつかやってみたいなっていう気はしますね。なかなかコミュニティ FM だと、その普段の放送でものすごくいっぱいメールが来たりっていうことは、まあもちろん他の放送局もそうだと思うんですけども、すごくこうやり取りが頻繁だったりとかってこともなかなか難しい部分もあるので、そういうものを、生放送でなんかこうやり取りを体験してみたいなっていうのもありますね。私はラジオ局のスタッフであるにもかかわらず、震災の当日というのは携帯ラジオを持っていませんでした。やっぱり本当にいざという時にラジオを持ち歩くっていうのは非常に重要なんだなっていうのを痛感しましたので、ぜひ、もちろん普段からラジオに慣れ親しんでいただきたいので、普段から聞く習慣もつけていただきたいですし、そういう時には真っ先に、ラジオの情報を頼りにしていただきたいなと思います。